はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、サントリーの、ロックスタイル。ロックスタイル、マイナス196度のロックスタイルのレモン味。ドライレモン。アルコール度数 19%。容量が 300ml。氷を入れたグラスに注ぐだけ。マイナス196度製法による果実丸ごとの美味しさをロックで楽しめるフレーバーウォッカです。まあ、いわゆるこれはレモン味のウォッカっていう感じでしょうか。マイナス196度で瞬間凍結。パウダー状に粉砕。氷点ウォッカに浸積。だそうです。原材料がレモンとウォッカと糖類と香料と酸味料です。で、甘味料は使われてません。ので買いました。これ甘味料は使われたら買ってねえから。じゃあとりあえずね、ロックでいただきましょう。とりあえずっていうかもうこれロックしかねえか。まあ、いわゆるウォッカと、なんか怪しいよね。怪しいっていうか、これウォッカとレモン果汁加えただけじゃないって、誰もが思う。ね、この謎。謎です。ウォッカとレモン 100% ジュース。ロッカにね、レモン 100% ジュース入れただけじゃないか。と、皆さん多分思うと思う。俺も思った。じゃあなぜそんな製品をね、商品を販売するんだと。それは、俺が思うに、絶対それ以外の美味しさがあるからだと思ってる。ね。それがなかったら、言っとくけど、二つ星か一つ星は確保しとけよ。サントリー。いいか。いいか。全然美味しくなかったら、ただの、ウォッカの中に、レモン果汁 100% のやつを入れただけの味だったら、本当に許さねえ。ふざけんなって、いう話です。じゃあ、乾杯。なるほどね。なるほどね。これあれだわ。よく考えたらここに書いてある。レモンとウォッカと糖類と香料と酸味料って書いてあるから、この糖類が入ってんだわ。そういうことか。甘い。うん。明らかに甘い。うん。だいぶ砂糖入ってるね。うん。うん。それだよ。レモンと、糖類と、ウォッカが入ってる。これ混ぜたような味する。それだったらまあ。ただこの、なんか、あんまり美味しくない。言っちゃ悪いけど、あんまり美味しくない。っていうか、ぶっちゃけウォッカに、レモン、ぺぺって入れて、そのまま飲んだ方が美味しい。むしろ砂糖を入れなくてよかった。っていう感じ。うん。なんか、変に甘い。うわ、変に甘いな、これ。これ女の子向けだぞ、これ。これ女の子向けだ。糖類入ってると全然甘い。めっちゃ甘い。うん、うわ、これ甘。しつこい。甘さが結構しつこい。
サントリー結構甘い。サントリーの、どこだ？マイナス196度シリーズか。あ、まあ、うまくねえな。うまくねえな、これ、マジで。マジでうまくねえな。うまくね。本当にうまくね。本当にうまくねえな、これ。どこにも載ってねえな。でもサントリーはウォッカ。だってウォッカで俺ズブロッカとスカイウォッカが好きなんですけど、どっちもサントリーですね。ウォッカで一番好きなの多分、ズブロッカ。多分ズブロッカ一番好きかな。でも、あれは結構味がついてるウォッカでは一番好きだけど、味がついてないウォッカだとやっぱスカイウォッカ一番好きですね。どっちもサントリーだね。意外に。意外にも。しかもジンもビーフィータージンサントリーだし。なんか腹が立つな。なんでこんなサントリーに。俺サントリービーキなんだ、これ。サントリービーキしてる、あれなのか。気はねえんだけどな。結構あれっすね。結構いいの、サントリー。まあ別にサントリーが作ってるわけじゃねえけど、ただ販売してるだけだからな。サントリーが作ってるわけじゃない。ただ単に販売してるだけだ。ジンとかなんて、だって、ビーフィータージンは、だってロンドンで製造してるんだもんね。ね。まあ、販売委託だろう。ただ単に、ジャパニーズの、日本だけ、日本では、サントリーが販売してるだけで、海外だと別に関係ないでしょ。まずい。にしてもまずいな。うん、ウォッカだとね、やっぱスカイウォッカはもう、鉄板ですね。俺の中だと。スカイウォッカは、最強だと思う。個人的には。スカイウォッカの、なんか、フレーバーウォッカあるんだね。シトラス。これも美味しそうだね。飲んだことないけど。あ、でもスカイウォッカーは普通にロックで飲んでも全然美味しいしね。ズブロッカーもロックで飲んでも全然美味しいけど。あとスミノフだな。スミノフウォッカーも好きですけどね。でも、スミノフよか、スカイウォッカの方が飲みやすい気がするけどね。スカイウォッカうまいな。ただ、あれダメ。あれはダメです。スカイウォッカのさ、なんか、瓶のさ、小瓶のやつあるじゃん。なんか、スカイウォッカの、なんか、スカイブルーだっけ。あれはね、ただ高いだけで大したうまくもねえよ。まあ、まずくはないんだけど、あれ無駄に高いんだよな。普通にレモンチューハイでいいじゃんっていうレベルの味だよね。あとスミノフもね。スミノフも美味しいよ。スミノフもうまい。
スミノフもうまいと思うけどね。ね。スミノフもうまいと思うけど、あれも、スミノフのあの、あれダメですね。瓶のやつね。小瓶のやつね。あんまり美味しくない。うん。あと、アブソルートウォッカも美味しいっすね。アブソルートウォッカね。うん。これ結構癖強いけどな。アブソルートウォッカ若干癖強いけどね。癖強いっていうか、なんか、癖が強いっていうより、なんつうんだろうな。飲みにくい。結構飲みにくい、アブソルートウォッカは。この、寸胴のなんか、ものすごい寸胴のこの瓶。結構飲みづらい。あ、個人的には結構飲みづらいけど、パンチがあるって言えば、まあ、パンチがある。スミノフとスカイウォッカーはどっちも飲みやすい。とは思う。まあ、スカイウォッカー。スカイウォッカー大好き。スカイウォッカーちゃん大好きなんですけど、この色もね、やっぱね、このね、このね、あのブルーのこの色がね、これがまた好きなんですよ。まあ、スミノフもね、結構かっこいい。見た目がかっこいいっていうので、あれなんですけど。好きではある。だけど。まず、あの、アブソルートウォッカもね、ちょっとね、あの、あれだよね。変わった形してるからね。あと、ズブロッカーはね、美味しい。ズブロッカーは美味しい。確かに。ズブロッカー美味しい。ズブロッカーはね、飲んだことない人はぜひ飲んでみてもらえるといいです。あれはめちゃうまい。何がうまいって、ウォッカなのになぜか桜餅の味がするっていう不思議なね、ウォッカです。ほとんどあれ自体がもうフレーバードウォッカみたいなもんですよ。スミノフもうまいし、あの、瓶もかっこいいしね。好きなんですけど。スミノフちゃん。しかも安い。まあ、スカイブル、スカイの方が多分、スカイウォッカの方が多分安いんじゃない?スカイウォッカめっちゃ安いよな。800円ぐらいで買えるでしょ。スミノフ1000円ぐらいで買えるじゃん。スカイウォッカも安いよな。スカイウォッカも安いよな。あ、あれそんなでもなかった。希望商売価格1180円だから。でも実際価格そんなに高くはない。安いだろ。あれ?そんな高かったっけ?多分アブソルートウォッカーは若干高い。スカイウォッカーとね、スミノフが安い。どっちも安いし、美味しい。アブソルートはちょっとあの、酒の、本当にあの、あれの、あの人間が好き。ロシア人が多分好きだろうなと思う。あれはちょっと荒い。多分飲み比べると結構わかる。結構荒い。とは思います。スカイウォッカ美味しいよな。最近あの、ソルティードッグでいただきましたけどね。うまい。スクリュードライバー、うまい。
最近あのコメントであったんで、あれなんですけど。ね、なんかウォッカ好きな人がいたんですけど。ストリチノやウォッカはあんまり好きじゃない。香りが。ちょっと香りがなんか臭い。でも、アブソルトウォッカも、ね、見た目っていうか、あの、瓶の見た目がすげえっていうのと、すげえっていうこともないんだけど、なんか、こう、うおーって、なんか、うおーって、なんかならない。まあ、俺だけかな。うおーって、なんか、すげえ男らしいみたいな。これはどっちかっていうとロシア人が飲んでるイメージがあるね。これも結構フレーバードがいろいろ出てるみたいですね。あのね、俺がよく行く酒屋にね、あの結構ロシア人が多いんですよ、そこ。酒屋っていうかね、あの、その場所がね、その地域がね。なんでね、ウォッカめっちゃ買ってたの見ましたね。ロシア人が。なんですかね。そんな、ウォッカ、そんなに飲みたいっていう感じな、あるんですかね。まあ、すげえ飲みたいんだろうな。ウォッカ一番やっぱうまいんだろうね、多分ね。あっちの人間はね。日本、まあ俺から言わせると、ウォッカってなんかこう、あんまり、味が、こう、なんか、面白くないっていう感じはあるんですね。俺、これ飲むんだ。ウォッカ飲むんだとジン飲むからね。ジンの方好きなんで、ジン飲みますけど。ジンだったら、ほら、柑橘系の味がこう来るわけじゃないですか。でも、ウォッカって大体、まあ、いわゆる、あの、大麦とかの甘みみたいなのが後から来るぐらいで、あとはもう、アルコール臭、バンバン来るわけでしょ。だからね、そんなに好きじゃない。ただね、あれは好きですよ。あの、ズブロッカー好きです。ズブロッカ普通にロックで飲んでても甘いってなるから、あのすげえ桜餅の味するんですけど、全然うまい。あ、ありましたね。伝説の動画。Hey everyone, sure nice again. 伝説のね、このアブソルトウォッカを15秒で一気飲みしてみたっていう
ロシア人だと思うんですけど。この人、確か40、違う、アルコール度数50度のさ、ウイスキーのさ、ワイルドターキーも飲んでなかった、この人。一気飲み。これ絶対死ぬと思う。日本人だったら死んでる。死ぬわこんなん。そもそも 700ml の水を一気飲みすることも結構厳しい。これよがすごいのがさ、この動画よがすごいのがさ、伝説のね、ワイルドターキーの50度のやつ、50度だったよな。あれを一気飲みするって動画がね、四つ目にあったんですけど。化け物だぜ。死んでしまう。50度だよ。だいたい40度でも死ぬんだけど、さ。50度だよ。ワイルドターキーの50度のやつ一気飲みするんだよ。確かね、ワイルドターキー。一気飲みとかでググると多分出てくるんだけど。しかやっぱ同じ人間じゃん、これ。これ同じ人じゃない。やっぱ同じ人だ。これね、ワイルドターキー、アルコール度数40度一気飲みって書いてあるんだけど、これよく見るとこれワイルドターキーのね、101プルーフのやつなんでね、50.5 度なんですよ、アルコール度数。アルコール度数が 50.5 度のやつで、まさに気違い。まさに気違いな領域。しかもこれさっきの人だし。101プルーフだよ。101プルーフがイコール 50.5 度だよ。アルコール度数。
うへっうえこれだからもうこれワイルドターキー40度じゃないってだからみんな分かってないよこれのヤバさが分かってないワイルドターキー40度じゃないよワイルドターキーこれ50度だからワイルドターキー50度だからね。8年のやつだよ。101プルーフだよ。101プルーフだよ。101って書いてあるからね。8年。50.5 度だよ。死ぬわ。まさに死ぬ。まさに死亡。よく死なないね。やっぱあれなんですかね。日本人ってやっぱ、あれが違うんだ。あれが多分違うんだ。酒のほら、なんていう。分解能力が多分違う。おそらく。分解能力が多分違う。もう生まれ持ってした、肝臓の強さっていう。常にこう飲んでるから、やっぱ遺伝子的にこうどんどん強くなってくる。どんどん強く強く強くってなってって、強い人間と強い人間が合わさって、また強い人間が生まれて、酒に強い人間がどんどん、うん。あ、やっぱ、ビーフィーターうめえな。ビーフィーターはでもやっぱロックはいいんだけど、冷やして飲んだ方がうまい。冷凍庫でキンキンにして。冷凍庫にキンキンにして冷やしてロックでいただくと美味しいと思います。これはコク甘み香りおすすめしませんしません。これはおすすめしません。ぶっちゃけおすすめしません。これでいいか。1、2、4、3、2です。ご視聴ありがとうございました。